イメラジオ第五千七百六十七回。今日は令和五年十二月四日月曜日です。時刻は午前九時横浜港北。今日も爽やかな冬の空広がりました。丹沢の向こうには富士の頂き真っ白い頂き見えますね。東から昇る太陽。朝九時だで冬だからまだ低いところにあります。 今からこの東北の町を照らしてくれるでしょうね11月の終わりごろは紅葉だった前の森も少しずつ冬枯れの風景に変わりつつあります窓開けての放送今日はなんかどの窓も開けてますね夢ラジオですさて今回は第二三政党のす,すめ こんなタイトルでお話ししましょう参政党が党運営をめぐっていろいろ揉めてますね昨日の神谷さんの心の叫びでは「謝って済むんなら何回だって謝りますよ」けれど謝って済む話じゃないもう多くの人を巻き込んでる。 立ち止まるわけにもいいかないその通りですよ。でこれまで支部も作った去年の国政選挙でも勝った地方議員も140人出したこれ以上何しろって言うんだもうこれ以上できないそれもその通りです。もう神谷さんの 活躍ぶりは注目一致するところまさに八面六皮のお働きでしたねみんなそれを見てるのでまあ神谷さんがそれを言うと、まあ、それはそうだなとただしその猛烈な参政党の前進そして神谷さんのその努力 の陰でまあ参政党に入って涙した人たちがいることも間違いなくでどんな組織でもその涙する人はいるんですが人が集まればけれどそれがやっぱ多いんだよねあまりにこういうこと維新で聞かないでしょあるいは令和で聞かないじゃないですか今そこそこの政治勢力になってるけど。 維新とか、令和とか、これ結構新しいんですよ。なんで参政党だけこんなに。揉めまくるんだと。うん。その、泣いてる人の数が。多すぎませんか。うん。しかも、聞こえてくる話題がですね。その公認の取り消しが、あまりにも多いとか。あるいは。理不尽に。 ね、支部長を解任するまあ本部としては多分理不尽に解任してるつもりではなくて例えば期限が来たから支部長変わりましたとかあるいはあのもっとこういう場所で活躍してほしいから他の人にしますとかはたまた、まあ、その支部長に問題があって本当に。 他の支部の方がこれだったら支部活動できないということでそういうのもあったかもしれませんねだからあのプータテルテる側の意見だけ聞くのはそれはダメで賛成党本部からすりゃそれなりにいちいち理由があるんじゃないですかただしそういう労力はもう使わないっていうそういう神谷さん そして参政党本部の意見などでもいいいちいち相手してないわけですねですから聞こえてくる声は「本部が理不尽だ」「事務局は狂ってる」とかなんかこんな感じの声が聞こえてくるわけですよ。で今 SNS の時代ですからそういう声も拡散されて「参政党って今独裁なのよね」っていうこういうあの感じになっていることでしょう。でそれは神谷さんも 分かってるらしく当分は独裁でやりますとか次の参議院選挙まで、うん、それで結果見てください。で今回のテーマは第二参政党の勧めなんですけどねこれはした方がいいと思います。何も反党行為に低下してるとかそういうのじゃなくてこれ参政党のためにもいいんですよこれって。 でイメラジオでは何度も話しているように実は日本で今保守を名乗るとしたら賛成党一択なんですよ。他にないんですよ。百田さんのところの日本保守党はなんか立ち上げただけで何にもしてないじゃないですか別にまだ何も。でこれからの展望もどうなるのか不明ですよ。他はもうちょっと言及に値しないですよね。 一択なんですよこの参政党一択であるこの参政党を作った神谷さんの意義は大きいどれほど強調してもしすぎることはないゼロから1にするって大変なんですよ本当にだから今精一杯神谷さん叩いてる人たちもそれはね一瞬立ち止まって神谷さんの功績もう一回あの振り返るべきだと思うこれだけ 保守がなかった日本のね政治に本当に保守と名乗れるものを作ったそしてそれを広げたこれはもう一えに4レンジャーじゃなくて神谷さんの働きだと思いますよで4レンジャーはそれを助けたというこういう感じですから今神谷さんが4レンジャーを全部切っても自分がその党の責任者として それを全うしていく嫌ならやめろっていうのはねそれは一貫してるんですよ。ご自身にご自身のその業績に自信があるからこそそれが言えるんだと思うでそれは立派な言葉だと思いますよ本当に。本当にね。がですねそのある種急ぎすぎた党運営において、まあ、泣いた人があまりにも多いと。そして これは政党にとってマイナスだよ、ね、その急ぎすぎた挙句の歪みそしてその歪みによって離れていく人が少なからずいるということはでそのそういう人たちがなんか参政党にとどまってうじうじするよりは今回のテーマですけど第二参政党をお作りになってそしてそこで 理念はパクったったて構わないいと思いますよ、参政党の理念を。で党運営だけは人を大事にするそういう党運営をやりますと自分たちでやってみる。でねこのような要するに駆け込み寺ができるわけですねある種。それがあるとね例えば参政党内でうつうつしている人もある種安心できるんですよあいざとなったらあそこ行けるっていう。 そして実際にその第二参政党をね作ってみればどれほど大変かがわかると思いますよ。もう今参政党っていうプラットフォームあるいはフレームワークの中でね好き放題やれたわけですよまあ言えば。党員が頑張ったというものねそのフレームワークに寄りかかっていたことも間違いないんだ実は。もしこれをね同じ理念でそれこそ同じ理念で あの第二三政党でやってみたら誰も来ないというのがわかると思いますよ。男のくせに眉を人前で塗ったりしてたら一発怖がって誰も来ないっていうのがわかると思いますよ。そういういものなんですよ世の中ってですからあの第七支部のお方々話題になってましたけど。 もう参政党にねそこまで不満があるんやったらもうスパッとやめて離婚と一緒ですよもう分かり合えてないんだったらさっさと別な道行った方がお互い幸せになれるんですまた別な出会いだってありますよだからあのやってみたらいいと思いますよいかに大変かが分かると思うそしていかに人来ないかが分かると思うその時にまあ 当たり前のように見えるその神谷さんのお働きっていうのがやっぱりみんなわかるんじゃないかなそしてねその第二三政党もそこでくじけずにですよ嫌と俺たちのやってることは間違いじゃない人を大事にするそういうことを言い続ければ支持は広がっていくんですよ理念はいいんだから。そそしてそれは何も三政党から票を取る 党党から党員を取るっていうのではなく前も話したけど保守の厚みが出る参政党にとってもね第二参政党は悪い話ではないんですよ。今一択だから参政党の例えば事務局が理不尽やろうと思えばやれるわけだ。ところが第二参政党というのが最初はねともかく徐々に徐々に大きくなっていってでお第二参政党は参政党となんか 同じようなこと言ってるけど、でも党員として非常になんかあの安やすいらしいぞとあるいは何か理不尽なこと起きてないぞとかいろんな話聞いてくれるぞ本当に党の上の方に自分たちの意見が上がるような仕組みがきっちりできてるぞとなったらですね今の参政党のねその事務局のまあ話半分としても理不尽がなんかあるんじゃないですかそれ でできなくななくるじゃないですかやばっとこれ今またこんなあのおかしなことやったらこんなメール広めたらそしてこんな公認取り消しやったらあ第二参政党の方に行かれちゃうぜとちょっとやめようかというこれなんですよ利点は競争相手ができることの利点はこれなんですよ。事情作用がだんだん働いてくるんですね。で今 保守は賛成党一択だからああそうじゃあ嫌ならやめろっていうこれであの黙っちゃうわけだけどあ分かったやめる第2の方行くってなった場合ですねやめろと言えなくなるじゃないですか例えば予備校でも A の予備校でおかしなことやったら生徒は B の予備校 C の予備校 D の予備校行っちゃうわけですよいつ行くかわからないもう来週やめますって言ってくるかわからないんですよそれは。 その時にその自分の a の予備校にいてほしいんだったら、そりゃあ生徒の要望も聞かなきゃいけないし、あるいは自分の至らないところは丸くしていかなきゃいけないし、そして何より自分の授業のクオリティっていうのはぐんぐん上げていかなきゃいけないね。終わりがないんですよ。で、これが学校の教員はないから、学校の教員はもう生徒にとって一択になっちゃってるので、だからあのお粗末極まりない。 ものになってるわけですよ学校、高校、中学、小学、大学の授業のあのお粗末なんだ誰も言わないね、これ。あれ、一択だからなんですよ。一回入っちゃったら。早稲田に入っちゃったら、もう、よっぽどのことないと、あいや,いやだ、教育とかできないじゃないですか。だから早稲田の教員があんだけだらけるわけですよ。あの、で、学生も何とも思わない。 まあ、早稲田、ね、すみません早稲田がたまたまあの、まあ、私立のトップだから出しただけでどこでも一緒です慶応行こうが東大行こうが一橋行こうがねもう教員の堕落ぶりっていうのはもう目に余るだけど大学受験まではあれほどあのギャイギャ言う保護者もピタッと何も言わなくなるんでねあの、まあ、保護者のレベルがひ知れるというか、まあ、日本人のレベルはこの程度なんでしょう。 3択4択5択ぐらいあったら頑張るじゃないですかなぜかというとあっち行かれちゃうから変なことすると。だからまああの手前味噌になりますけど予備校とかで鍛えられた講師だったらあの学校教員なんかもう目じゃないわけですよねそりゃ。だって学校教員だらけまくりなわけで。当然予備校教員のあのその サラリーっていうのもそれは数倍になってきますよ当たり前だけど。で第二三政党に話戻すとこのように三政党がねまあ話半分話4分の1としてもまあその事務局がいろいろ言われてるようなおかしなことをやってるとしましょう。でそれをやり続けたら二三第3三政党ね。で そういうところに行かれちゃうと思ったら、やばいと思うじゃないですか。で、さっきみたい、ね、に、これが競争の最大のアドバンテージなんですよ。資本主義の一番いいところはここです。競争が起きることによって、あの、向上っていうか、改善っていうか、みんなそれをせざるを得なくなる。ところが、独占してたら、今の賛成党に保守を賛成党が独占していたら、行き場がないから、 すするんですよ私がたまたま学校に関わるようなそういう仕事してるから学校を上げただけでこんなの役所とかどこでも言えると思いますよ警察とかあの企業もそうじゃないですか一旦入社しちゃったらあの一択になっちゃうでしょ転職市場が未整備な場合はだったらやりたい方じゃない方だじゃないですか 傾斜ので甘んじざるを得ないとブラックなのにしがみつくとところが何でブラックにしがみつくかっていうと他の選択肢がないと思い込んでるからでしょいや他ありますこんなあの目つきの悪いあの北朝鮮みたいなことをやってくる経営者こっちからお断りですって言えればですねほんで終わりじゃないですかよそいけば。 もうちょっとましなところがありそうだと。でよそもないと思うからそんなところにしがみつくんだよね。一択の弊害はここです。モノポリ独占の弊害はこれです。共産主義や社会主義がおかしくなるのもここなんですよそれはね。だからまあ参政党がですよ保守の一択っていうのをまあある意味悪用してですねであの共産主義みたいなことやってるわけですよ今。ぶっちゃけ独裁で。 神谷さんもご自身で昨日認めてたじゃないでですかであるならばね今こそ今こそ自由主義の,あの利点を今こそ市場経済の利点を取り戻そうつまり第2参政党第3参政党を作っていけばいいんですよ。それでそれで第1の方を牽制していくんだ。でもし23が良ければですね1からどんどんいってで神谷さん あの面目なくしますよいいじゃないですかそれでおかしなことをあのやり続けた結果なんだからでもし23がですねただ言ってみただけで実際にやってみたらむちゃくちゃだったとプータれてただけでしたとそんな育児なしのものの集まりだったらやっぱり神谷さんすごかったねという結論になりそうですよね。で一番いいのはその1だか2だか3だかがいっぱいできて保守に。 そして切磋琢磨していって自民党あたりからどんどん票を取る魅力的な議論をその保守の第1第2第3で展開していくいいことじゃないか。で何度も言うけど第2参政党を作ろう第3参政党を作ろうって言っ反党行為とかいう感じでなんか今の参政党になんかあだ名すようなことをしてるっていうふうにこれ単純な大バカ野郎なんですよ。でそうではなくて それは今の参政党のためにもなるしそして何より保守のためになるひいては日本のためになるんだ参政党しかないとなるからものすごく息苦しく涙ばかりこぼすそういうあの状況になるんだよでそうではなくていや第二がある第三があるだからどうですかあのそれほど不満ならそれほど人を大事にしていないを目の前で見たんなら武田さんあなただって もうしょうもない動画作るのやめて武田先生やりましょうよ僕の目の前の恐怖みたいなアホなこと言うのやめて武田先生で第七支部の諸君君らだってそうだもうあんなアホな動画作るのやめてで第二第三作っていくわよそして あの自分たちの本当の実力を世に通っていきませんか結局ね参政党のフレームワークに寄りかかってで自分は何かしようと思ってるからああいう涙の何て言うか、ね、涙の訴えみたいになるんですよ本当もそれは第一参政党のためにもなる保守のためにもなる参政党の理念は素晴らしい人々の力みんなが成人に参加する。 あの政治家が遅延と血縁だけによって選挙で選ばれてそして国会では寝てるこういう状況に飾ら開ける。素晴らしいじゃないですかだから参政党がブームになったんですよその後ろに別に参政党を煽るような何かの勢力があったわけじゃない第二参政党の進め今の参政党のためにもなる保守のためにもなる日本保守党は当てになりません他は論外です このことを考えた時実に自然なことであってそしてそれは参政党今の第一参政党第二参政党第三参政党との間でコンペティション競争が起きるこれによってもっと日本の保守に幅と厚みができるワクワクしてきませんか